象庁は2021年から線状降水帯に関する情報提供を始めました。翌年、予測情報の提供を開始。当初全国を11のブロックに分けて出していましたが、今週から都道府県単位をベースにした59の地域に細分化されました。従来よりも対象地域を絞り込んで呼びかけを行うということになりますので、今後線状降水帯に大雨災害の恐れがあることを、まあ、より、まあ、我がこと感、自分の近くで起こりそうなことだという我がこと感を持って対応していただけるんじゃないかというふうに考えています。より早く、より範囲を絞り込んで線状降水帯の危険性を呼びかけることで、住民の避難行動や災害対応へとつなげたい考えです。観測機器の更新も進んでいます。静岡地方気象台には去年、上空の水蒸気量を調べる新しい機器が設置され、線状降水帯の予測に役立つと期待されています。的中率は4回に1回程度、見逃し、これは少ない方がいいわけですけど、地方単位の始めた時は3回に2回程度だったんですが、それを2回に1回程度に減らせる見込みでございます。線状降水帯に関する情報だけでなく、大雨警報やキキクルといった段階的に発表する防災気象情報全体を適切に活用いただき、大雨に備えていただければと。今後も予測の精度を高め、被害軽減に取り組みたいとする気象庁。豪雨災害が多発する中、防災気象情報への信頼と期待は高まっています。